ドラゴンクエストウォークはい、皆さんどうも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォーク、今回、マイレージガチャ30連分やっていこうと思います。というわけで、少々お待ちください。はい、ということで、早速ですね、やっていこうと思います。今回はですね、マイレージガチャ30連ということなんですけれど、はい、今あるのがですね、今あるガチャが、悟りの書と神鳥の杖、あとは、パリーグコラボとか、ラーミアの装備、伝説の勇者、あとは、イカズチ、水の羽衣か、はい、こんな感じなんですけれど、とりあえず、期限が迫っているものとして、とりあえずね、神鳥の杖があります。7月27日までということでですね。とりあえず、こいつを、なんとか、神鳥の杖ね、なんとか引いていきたいと思います。で、マイレージね、マイレージ使っての30連分なんですけど、とりあえず10連分はもうチケット、交換してあります。で、もしですね、万が一最初、神鳥の杖がね、当たって、まだ余裕がね、マイレージね、残りあるようなら、悟りの書の方に行こうと思います。というわけで、前置きが長くなりましたが、やっていこうと思います。ということで、とりあえず、今回のはですね、神鳥の杖装備なんですけれど、はい、盾がないので、4分の1で武器が、ピックアップが来たらですね、ピックアップ、スラミチのカットイン、ピックアップが来たらですね、4分の1で武器が当たります。やっていきましょう。3回チャンスがありますが、最初の1回目行きましょう。最初の10連行きます。現在午前の2時24分。時間帯的にはね、結構悪くない感じですね。はい。というわけで、お願いします。最近全然ですね、マイレージとかですね。はい、ピックアップ引いてないですよね。はい、流れ星はそこそこだけど、カットインはなし。はい。虹色が、はい、2つきました。1、2。3つ目と4つ目ですね。はい。はい。次とその次ですね。次とその次。はい、神鳥の杖が来ます。はい。来ない。ノーブルハット。音が鳴らないということは、ね、ファンファーレにならないということは持ってるってことなんですね。はい、というわけで、次も虹色だったと思います。はい、次、神鳥の杖が来ます。お願いします。神鳥の杖ではなかったですね。はい。でも、ファンファーレがなったということで、ある意味な、なんつうのかな、昔のピックアップの、はい、装備をいただけましたということで、微妙な感じですね。これはどんな感じ？デスピサロの兜ということで、ヘルバトラーへの耐性、あと、究極エビルプリーストへの耐性ということで、そうですね。あとは、メラ属性斬撃耐義ダメージプラス、イオ属性耐性、眠り耐性、守備限耐性などなどという感じですね。はい。あと、ノーブルハット、ちょっと待ってくださいね。なんか、勝手にボタンが押されるような状態。ちょっと待って。すいません。ちょっと、不具合がありますね。はい。ノーブルハットがですね、幻惑耐性とか混乱耐性あって、メラのダメージや、メラ属性のダメージアップが、あるってことですね。はい。ちょっとなんか変な感じになってますね。はい。なんでだろう。とりあえずすいません。ちょっと失礼しました。はい。というわけで、あと20連やっていきましょう。マイレージを交換していきます。というわけで、神鳥の杖ですね。はい。10枚分、まず交換をしていきましょう。はい。多分ね、次の10連も、当たらないので、またマイレージ交換するとは思いますけれど、とりあえずね、やっていきます。はい。もし万が一ここで当たったら悟りの杖ね、次の10連は継ぎ込みますということで、お願いします。行きましょう。はい。最初の演出、演出がしょぼい。これは何もない。最悪の演出。金色が虹色に変わればいいんですけど、はい、金色3つでしたね。はい、虹色なしということで、大外れでしたね。はい。というわけで、最後の10連もですね、はい、
残念ながら新調の税装備を引くことになりました。はい。というわけで、最後の10連行きましょう。なんか最近全然当たんないですね。この、はい。ピックアップの武器が全然当たんないですね。はい。では、最後行きます。お願いします。来い。来い。なんか演出がまたしょぼいですね。しかも全部銀色なんで変わりようがない。いや、最悪の結果。はい、というわけで、まあ、本当の銀世界というやつでしたね。はい。2回連続演出なしはちょっと厳しかったですね。ちょっと精神的に応えますね。このマイレージをですね、貯めるの結構大変ですし、しかもですね、少しね、課金してるんですよね、マイレージって。で、これが全く何の意味もない。ということになるとですね、ちょっと、いろいろと考えるところが、まあ、あるというものでございますけど、まあ仕方ないですね。はい。というわけで、まあ今回はですね、非常に残念な結果で終わりましたが、まあこの動画をね、見ておられる皆様は、まあ幸運が訪れることを願っております。はい。そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。